やあ、刹那圭介だよ。今回も資源の蝶の実況をしていくとよ。よろしくね。次から。ああ、そうか。次はここだったな。なんつうか。前回あれじゃわ。この高梨さんにちょっといろいろジョーク言ってみたら怒られて、もう私帰るねって言われて、それでなんか対抗手段なしのまま死を迎えてしまったパターンでバッドエン読んだ。もう真面目に答えよう。わからない。これは墓穴。正解。自分の分の墓穴も用意しないとダメよ。資源の蝶は何の鬼神？何やっけな。先祖だったかも。そら、うん。正解。蝶を見たって人に会ったのは初めてだったの。あ、そうなんだ。資源の蝶を見たってことは、死の危機だけど、助ける可能性があるってこと。あ、そう書いてあったね。そして、さっき見せてもらった写真は、何者かが強い呪いをかけている影響が考えられるわ。やっぱそうなんじゃ。強い呪いを生み出せる場所は、人の念が集まる無名神社だと思うの。あの薄暗い嫌な感じの神社ね。呪いって言われてもなんだか難しいわ。そうね。まだ情報が足りないわ。あの付近の人から、情報を集めておいて。私は先に無名神社に行っているから、何か分かったら来て。近隣の人か。高梨日和は先に行ってしまった。近隣の人ね。まあ、とりあえず、ここら辺はじゃないわ。近隣の人。ほんと近隣の人だって、近隣ってどこに当たるんか。とりあえず、出ていく。って言われてもどこを探せばいいんやろって思うわ。まあ無名神社に飛び込んで行ってみる。それはやめとこうか。奥やったいいか。近いっていう理由だけでここに来てしまったけど、ここにおる人でなんか情報知っとる人とかいなさそう。おいおっさん、なんか知らんか。太ったオタク。オタクは自称するものじゃない。周りに言われて初めてオタクになるのだ。そんな僕は皆が認めるオカルトマニア。中央図書館の3階にはすごい本がいっぱいあるよ。見てきましたんですね。残念。いちご牛乳を飲みながら本を読んで立ち入り禁止になっちゃったんだけどね。アホや。じっくり読みたかったのに惜しいことをしたな。君も興味があるなら行ってみるといいよ。さっき言ったばっかりだ。残念だったな。無名神社には死者をまたこの感じわからんまま出てきよった。何って言って嫌いな人を消してくれるって言うじゃないの。いっぱいお賽銭をあげなって。これ前読んだ気がする。これよく考えてこの人のセリフ前読んだわ。いらっしゃい。甘栗いかがすか。いりませんよ。侵入できんのかい。美味しそう。食べたいな。もう秋なんだね。暑いって言おったけど、まだもう秋なんですね。秋なんです。無名神社で、何やっけこれ、もう何の何参りをするとね、相手がすぐに死んでくれるから、嫌いな相手を簡単にこの世から消せるみたいよ。まあ、呪いが強すぎて、こっちも無事じゃ済まないみたいだし、何もしないのが一番かもね。わかってるじゃない。嘘。それが本当ならやばくない？やばすよ。本当にやばすよ。私死ぬもの。ここは人が多いからサッカー、あ、これ、前読んだ。いらっしゃい。それだけかい。なんか、ボケてほしいっつうか。あのホースさん、かき氷をタダでくれたんだ。なんか、お客さん来ないから余ってるんだってさ。結構うまいよ。おっさんはいい人だよ。マジで？安いっつうか、もう、ね、値段無料になったんだ。よっしゃー、わしにもくれ。ヘイ、いらっしゃい。天然かき氷の店だよ。うちの自慢はすべて天然素材なところさ。かき氷は、雨水を凍らせて作ったし、雨水凍らせてってなんかバッチリやろ。
やめろ。シロップも果物を潰して作った混ぜ物なしの純正品さ。今日はいちごシロップがお買い得だぜ。チーみたいに真っ赤だろ、天然物は違うのさ。例えるもんがおかしいやろ、チーってな。おい、さてくれんのかいな。いらんけど。雨水を凍らせて作ったってところでもう食欲失せたわ、お前。どうしてくれるんだ、お前。おまわりさん、夜になると隣の無名神社に怪しい人が来るって通報起きたからここで時間を潰しているんだ。黒く長い髪で白い着物を着た女らしいんだが、何々前にでもしてるのだろうか。あの場所は昼間でも不気味な感じだから嫌いなんだよ。白い着物を着た女の人、関係ないかもしれないけど高梨さんに伝えに行こう。お、出てきた。ていうか高梨さん、もしかして見つかり次第止められるかもしれんのか。高梨さん気をつけて。他の人らも調べていきましょう。ショートヘアの女の子、黒い蝶の幻を見ると死んじゃうんだってさ。突然目の前に現れるんだってね。怖いね。私も怖かったね。この人はサングラスのスキンヘッドやって。キャラ濃すぎだろ。ほーら、美味しいキュウリだよ、いっぱい食べな。あー、猫かわいいな。ちょっと見ないでくださいよ、こんな見た目だから友達ができないだよ。人を見た目だけで判断するのはよくないことだよ。面白いな、ね、猫はキュウリを食べて。猫ってキュウリ好きなんだ。無名神社を見物に来た人がここに立ち寄るみたいです。何でも死神を見繕ってるのかわからんけど、まあいいでしょう。もう神社だとか何参りをやりに来る人もいるようですが、ノリで人が死ぬなんて科学的にありえませんね。蝶の噂の次は呪いですか。まったくこの町の人はどうかしてますよ。どうかしてるぜ。いらっしゃい。それだけかい。こっちは？あ、こっちからも出れる。じゃあもうそのまま無名神社行けばいいな。ちょっとセーブしとこう。よっしゃー、高梨さん。お、何かわかった？おまわりさんが夜になると白い着物の女が出るって通報を受けたみたい。やっぱりね、何々参りは何々参りなんだろう、これ。いい加減読み方勉強しとかないと。何でも出てくるな、この感じ。何参りで使った人形を探すわよ。人形？人形いるんじゃ。こんな広い場所全部？いいえ、何々参りは人に見られてはいけないの。だから目につく場所にはないわ。人の目につかない場所は林の中、そして屋台側の林は人に見つかるから避けるはずよ。そうなるともうこっち側しかないんじゃない？なるほど、頭いい。あれ、動かせんのか、まだ。ん？何？見つけたわ、早っ。いや、ちょっと待って。私が見つけたかったんですけど、てか、見つけるの早すぎじゃねえ。お前、隠しとったろ。あ、しまった、見つけてしまった。あー、でもなんか、ここで見つけるシーンを見せなあかんなと思っとって、知らんかったふりしとっただろ、お前。早すぎるだろ、見つけるん。何参りも、あ、また、役人形でいいんか、これは。わからねえ、わら人形か？あなたの写真も打ち込まれていたわよ。蝶の警告はこれね。あなたには強い呪いがかけられていて、何もしなかったら死んで、メール来た。いつも来るんよね。メールいつも来るんよね。はい、すいません。メールが来てましたね。まあいいえ。もう見つけたから大丈夫かな。図書館の本によると、何参りは毎日行うとあったし、あなたが死ぬまで続くでしょうね。この人形と写真を渡しておくわ。わら人形と穴が開いた写真を受け取った。グロいな。これ、受け取ったけどどうすればいいの？燃やせばいいんですって。それダメなら逆効果だろう。まだ強い念が残っているから下手に扱うとあなたの身が危ないわ。本で読んだ知識しか知らないけど、燃やすのが一番。神社、燃やすのが一番だったよ。神社で、何
押す、お焚き上げ、よくわからんけど押して、人形とか強要してるじゃない、知らないよ。でも気軽にできないから別の方法を教えるわ。日本酒につければその藁人形が浄化されるはずよ。なんで日本人、なんで日本酒なん。あとは捨ててもいいし、記念に飾ってもいいし、好きにすればいいよ。記念に飾るやつなんかいるわけねえじゃねえか、バカ野郎。ん？なんか体調が悪くなってきたわ。大丈夫？人の心配より自分の心配しなさい。犯人を見つけないであなたが危険なのは変わりないのよ。そんな犯人なんてわからないよ。藁人形に写真をわざわざ打ち付ける人物、あなたのことをよく知る人物だと思うわ。なるほど。すぐ近くにいる人よ。すべてを疑いなさい。頑張りなさいよ。これはあなたが決着をつけること。あ、ありがとうね。案外、私が犯人だったりするかもね。その時あなたはどんな顔をするのかしらね。え？それは、こんな顔でーす。意味ありげな一言を残し、高梨ひよりは走り去ってしまった。すべてを疑う？高梨さんも疑えってことなの？とりあえず日本酒を買って、一回家に帰ろう。じっくり考える時間が欲しいわ。なんか他にいろいろ、なんかないんかななんて、思ったわけで。再選だ！たくさんの小銭と一万円札や名前を書いた紙のようなものが入っている。どうにかしてくすねえんかな？どうにかしてくすねれんかな？で、届かんかな、どうぞ。中に入らんかな。くそ。この神社中に入れたりする？できるわけないよね。オッケー。こう、奥の方にも入っていけんし。というわけでもう、あれですね。日本だけ買って、帰ろうじゃないか。商店街か。え、ここでいいんか？日本だけ買う。うちの子だったら何でも正直に言うから困るわ。でも嘘つきな子供よりはいいわよね。まあね、そうですね。じゃあどんな嘘をつくのかちょっと聞かせてもらおうじゃないか。ねえママ、あそこにいるおじさんお尻みたいな顔してるよ。し、ダメよ。そんな大声で言ったら聞こえちゃうでしょ。そういうことは小声で言いなさい。はーい。本当のことなんかそれ。本当のことなんそれ。本当のことっつうか、ただの悪口じゃね。言われてますよ、おっさん。お尻顔と呼ばれた人。くそ、あそこの楽器、俺のことを見て笑いやがって。無名神社に呪いをかけると簡単に人が殺せるらしい。後であのガキで人権してみるか。呪いが流行？流行とかある。嘘だ、みんなそんなの気にしてるの。バカみたい。顔の部分がマジックで塗りつぶされている。いつの間に取られたんだろう。ほんとや。で、穴開けられとるけど。なんか、空気を打ちつけたにしては、穴の開き方が綺麗やな。なんつうか、なんつうかね、ステープラじゃないわ、ステープラちゃうな。名前忘れたけど、穴開けるやつ、あるやん。あれで開けたくらいに綺麗に穴開いとんな。丁寧やな。真ん中に穴が開いた。うん、そうやな。そういうもんか。入手情報増えたんだったな。ああ、最近夜になると無名神社に白い着物を着た黒い髪の長い女性が現れる。呪いブーム。町の人の中では無名神社の呪い話が流行っている。そんなもんは流行るなよ。あかんぞ。酒買ったけどもう酒買ってないわ。酒ってあったわ、ちょうど。とりあえず一人ずつ調べていってですね、酒を最後に買ったら終わりと。今回のパート終わりとさせていただきます。はい、いらっしゃいませ。かわいいお花はいかがですか。いりません。はい、すいません。ちょっと寮で暮らしているもんで、寮内アナウンスがあったんでちょっとカットさせてもらいました。ロングヘアの女の子、島猫さん、おいられないのかな。あれか、ジョーちゃん、そういうのは諦めるのが大事なんだよ。
それともなんだい、モテるものでもぶつけて脅すかい。最近この町で不審者が増えてるみたいじゃない。なんだか怖いわね。ああ、あれ、その白い生き物の女性か。酒屋さんの絵、この中でお酒を買いに行います。葉月ちゃん、いらっしゃい。あ、知っとる人だったんかい。親父さんのお作りだろう。何を探しているんだい。え、これ、選択肢あるんか。おいしい地ビールとか、安い日本酒、このお店の一番高いお酒。ビールいけるんかな。ビールってお酒に含まれるんかな、これ。高いやつ、バチコイ。一番高い酒？うちは小さな店だから高級品は取り扱ってないよ。一番高いとしたらこの白ワインかな。ちょっとレア物でなかなか手に入らないんだ。ん？親父さんワインも飲んだっけ。お代は親父さんから今度受け取っておくからこのまま持って行ってよ。めっちゃ高級感ある。最高級白ワイン。きっと素晴らしいことが待ってる。わら人形の浄化に使ってみよう。きっと素晴らしいことが待っている。たとえ親父さんのためとはいえ、なんつうかね。おかえ、親父さんのためじゃないよ、自分のためだよ。自分が生き残るためにね、親父さんにめっちゃお金使わせるっていうね。ちょっと親父さんが、お父さんがあのお酒買いに来た時に、前の最高級白ワインのための、ね、代金いただくねとか言うたらすごい真っ青になりそうやな。見てみたいな、そんな顔。やっちまった。お父さんごめんね。おばあちゃん、おじいちゃんの誕生日だ。酒、ここにしちゃ酒がないから毎日買いに来てるんじゃ。まとめて買うと持って帰るのが大変じゃからな。なるほどね。おえぼれ大変だの。あれ、ちょっと待って、なんでお前おるん。あ、はずきじゃん。みはる、どうしたの、こんな場所で。一人で遊んでもつまらないから買い物でもしようと思ってね。何してたの。買い物して家に帰るところ。そうなんだ、欲しいものなかったし、私も家に帰ろうかな。家まで送るよ、目指し。ありがとう。イベント始まってしまった。やっちまった、セーブできないじゃないか。送ってくれてありがとうね。大丈夫だよ、今日の葉月なんか疲れてそうだから心配になったの。じゃあまた学校で、バイバイ。さて、あのバラ人形処分しなきゃ。まだ自由行動させてくれんパターン。わら人形をお先につけるんだったわね。日本酒って言われたけど、日本酒って言われたやばいんじゃん。最高級白ワインならジョーカー間違いなし。これで変な出来事もからも解放よ。これいけるん、ちょっとやばいんだね、これなんかノリノリや。あれ、変化なし。少しだけ喜んでいるように見えた、思えたけど、なんか息苦しくなってきた。どうして、これじゃダメなの。え、あかんかった。だんだん意識が遠くなっていった。ワイン人形。あれか、人形と葉月が連動しとるけん、なんか高級のワインのアルコールでやられたパターンか。日本人形じゃないとダメなんじゃ。何それ、メモリアル回収用パスワードアイスホッケーって何。ちょっとメモリアル回収用って何。おう、お酒を選ぶ前からやり直すってんだった。おう、ここで終わった。じゃあ次はちゃんと日本人形。いや待てよ、マジ吉の視聴者の皆さん、やはりビールを選んだ時の選択肢気になりますよね。次のパートビールを選んでからちゃんと日本酒を選んでみたいと思いますね。それじゃあまあ今回のパートはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。See you again.